桃石道路は、青森県八戸市大和在市川町から同県、上北郡小い瀬町高田へ至る自動車、専用道路である。東日本高速道路が、一般有料道路として管理している。延長 6.1km。東北縦貫自動車道八戸線に並行する、一般国道自動車専用道路である。八戸側で、八戸自動車道、三沢側で、 第2道の区有料道路に接続しており、将来的には、第2道の区有料道路、上北自動車道を経て、下北半島中間道路及び、道の区有料道路、青森自動車道に接続する予定である。高速道路ナンバリングでは、八戸自動車道、第2道の区有料道路、上北自動車道、道の区有料道路、青森自動車道とともに E4A が割り当てられている。 当初は国道45号の渋滞解消を目的とし、八戸北バイパスに接続するバイパス道路の桃石バイパスとして整備が計画され、1984年に着工した。しかし、1987年に閣議決定された第四次全国総合開発計画によって、東北縦貫自動車道八戸線の八戸、青森間延伸が指定されたことや、 青森市で当時整備中の国道7号青森環状バイパスに接続を図ることを目的とした青森県の道の区有料道路南進計画に合わせる形で1989年に建設省は計画変更を行い日本道路公段管理による一般有料道路の桃石道路として整備されることになったこれにより八戸市川起点が 八戸北タバイパスと直接接続しなくなったため、八戸北タインターチェンジが設置されることになった。なお、当初の計画の桃石バイパス区間は、青森県道8号八戸の辺地線として1997年から2006年にかけて開通している。橋梁出展、別点、点検計画、修繕計画より暫定に車線の区間の橋も、4車線分の幅で建設されている。 24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成区間時間と対象区間時間対象や期間などありがとうございます。